お待たせいたしました。毎度ご乗車ありがとうございます。この車は大谷田1丁目西水元6丁目経由西水元循環でございます。途中お降りの方はブザーでお知らせ願います。次は亀有5丁目亀有5丁目でございます。パスモ、スイカは駅一部を除くコンビニエンスストアでもチャージを取り扱いしています。次は中川4丁目中川4丁目でございます。伊東吉川亀有駅北口徒歩2分亀有北口中通り商店街にございます。次は大谷田1丁目大谷田1丁目でございます。お客様にお願いいたします。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。次は大谷田、大谷田でございます。歯周病でお困りの方は西沢歯科医院にご相談ください。この先飯塚橋手前大谷田鈴蘭通りにございます。お客様にお願いいたします。座席は譲り合ってご利用ください。
次は飯塚橋。飯塚橋。この車は西水元6丁目経由西水元循環でございます。次は水元特別支援学校前。水元特別支援学校前でございます。お客様にお願いいたします。お年寄りやお体の不自由な方の優先席を設けましたのでご協力ください。次は都営住宅前。都営住宅前でございます。この車は西水元6丁目経由西水元循環でございます。次は水元神社前。水元神社前でございます。次は法輪寺裏。法輪寺裏でございます。ただいま東武バスではテロ対策特別警戒中です。手術などに行きましたら乗務員までお知らせください。皆様のご協力をお願いします。
この車は羽生駅北口行きでございます。次は西水元6丁目、西水元6丁目でございます。西水元3丁目でございます。次は高田小学校、高田小学校でございます。この車は亀有駅北口行きでございます。次は仲良し通り、仲良し通りでございます。お客様にお願いいたします。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。次は西水元2丁目、西水元2丁目でございます。東京消防庁からのお知らせです。火災はちょっとした不注意から起こります。タバコの投げ捨て、寝タバコはやめましょう。火を使っているときはその場を離れないようにしましょう。
みんなで築く住まいの安全、地域の防火。次は西水元1丁目、西水元1丁目でございます。次は水元飯塚公園前、水元飯塚公園前でございます。この車は亀有駅北口行きでございます。次は葛飾車庫入り口、葛飾車庫入り口でございます。この車は亀有駅北口行きでございます。次は大谷田でございます。お客様にお願いいたします。座席は譲り合ってご利用ください。
次は大谷田一丁目、大谷田一丁目でございます。次は中川四丁目、中川四丁目でございます。伊東実家は亀有駅北口徒歩2分、亀有北口中通り商店街にございます。次は亀有五丁目、亀有五丁目でございます。お待たせいたしました。次は終点亀有駅北口、亀有駅北口でございます。どなた様もお忘れ物のないようご注意願います。また車内に空き缶、ゴミなどを捨てないようご協力をお願いします。本日は東武バスをご利用くださいましてありがとうございました。